都合のいい人と好かれる人のたった一つの違いを解説しますはいこんにちはライフスキルティーチャーのミスターオカチです本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介していますはい突然ですけどあなたは都合のいい人になっていませんかもう僕がそうでした もう嫌われたくないみんなに好かれたい友達たくさんに囲まれたいそんな気持ちでいっぱいでした友達がたくさんいること好かれることが俺のステータスなんやそう思ってたんです俺自身の価値は好かれることやってだからみんなに喜んでもらうことたくさんしたしもう何でもしましたよじゃあ最初はねみんなから好かれるんですあいつええやつやなって第一印象はグッド丸なんです でもそれが3ヶ月たてば半年たてばなんか大切にされないどうでもええやつに扱われるもう人間扱いされないんですねなめられていくんですよいわゆる「都合のいいい人にななっていましたなんでやろ?」うとみんなに喜ぶことやってるやん好かれるために言うこと聞いてるやんやのに嫌われてしまって大切にされないこんな人もたくさんいるんじゃないかなと。 いうふうに思いますだから今日は都合のいい人と好かれる人の決定的な違いを解説したいと思いますこの動画を最後まで見ていただけたら周りの人から大切にされて対等に付き合えるようになるそして毎日が楽しくなると思いますので最後までご視聴ください はい。ということで、このチャンネルでは、あなたがあなたらしく生きるための考え方、行動習慣を全力で紹介してます。えー、興味がある方は、チャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。あと、インスタとか、フェイスブック、あとは音声ラジオ、と、ツイッターでは毎日配信してますので、概要欄からつながってください。 はいといととうことでそろそろ本題にいきましょう。え都合のいい人と好かれる人これにはねたった一つの違いがあったんですよ。その違いは何か都合のいい人は自分のことをまるやと思っているこちらですねじゃんはい自分をゴミ箱やと思っている 自分のことをゴミ箱やと思ってるし自分のことを私はゴミ箱ですよって言ってしまってるんですよ。はいえー、これやっといてあれよやっといてって頼まれましたあんまりやりたくない他にや,やらなあかんこともあるでもいいよやるよって明るく笑顔で元気よくだって私はゴミ箱だからてんてん。テンテン お前なんか変な顔やな足短いな傷つくそんなこと言われたくないでも「はははよく言われるよだって私はゴミ箱だから」「テンテ,ンテンお前いつも勉強してすごいないつも100点やないや私なんて全然ダメよこんな悪いとこもあるしあんな悪いとこもあるしだって私はゴミ箱だからテン,テン もっと俺らを楽しませろよなんで楽しませなあかんねんって思いながら「いいよ僕ギャグやるよ」だって私はゴミ箱だから「てんてんてん」こんな感じで自分で自分のことをゴミ箱やと思っていてゴミ箱扱いしている。そして ゴミ箱やともう言ってしまってるんですよもう言葉にしてなかったとしてももう言ってしまってるんですね自分はゴミ箱だからってで、ゴミ箱には何が集まりますかゴミ箱には ゴミが集まるんですよみんながみんながねゴミのように扱ってくる言われたくない傷つくことも言うてくるし悪口も言われるしなんやろ褒めてもく,らくれへんだって褒め,た褒,め褒めてくれるんですよ褒めてくれるけど私はゴミ箱だから、えっと、そんな宝物はいらないのゴミをちょうだいゴミをちょうだいって言うんですよだから褒めてくれなくなるんですよね大切にされなくなるんですよゴミばっか集まってくるはい。 そういういことなんですだから都合のいい人と,、えー、と疲れる人の決定的な違いは自分で自分のことをゴミ箱やと思っているそうするからみんなから舐められてしまって人間のように扱われないゴミのように扱われて、えー、都合のいい人になってしまうということなんです、はい、昔の僕はまさにそうでしたもう僕はゴミ,ゴミ箱だからもうゴミ捨てていいよってもうみんなに言ってしまってたんですもうみんなに言ってしまってたからみんながゴミを捨ててくるんですよ当たり前ですよね それをやってしまっててししままたじゃあどうやったら都合のいい人から好かれる人そして大切にされるようになるのかということですよね。もうそれも簡単ですよもう自分をゴミと思わない,っていうことなんです一言で言うと、はい、でこういうなんかあの言葉があってこれもすごい僕大事やなと思うんですけどもえー、っと自分で自分を扱うように他人が自分を扱うということなんです。 だから自分で自分をゴミ箱のように扱っていたら他人も自分のことをゴミ箱のように扱ってくるだ大切にされないんですよ。 だから大切にするされるためには自分で自分を大切にしたら相手も自分を大切にしてくれる自分で自分を宝物のように宝箱のように大切にしたら相手も自分のことを宝物のように扱ってくれるそういうことなんですよだから自分をゴミ箱じゃなくて自分を大切にする自分を宝箱やと思うこうです宝箱には何が集まりますかということです宝箱にはゴミ捨ててる人って あんまりいないでしょ宝箱には自分の大切なものを詰めます宝物を詰めます大切にしますよねそういうことなんです自分で自分のことを宝,宝物のように宝箱やと思うそうすれば宝物が集まってくるということなんです具体的に何をしたらいいのか はい、これはいいところを見つけるということこれねものすごく大事で、まああのー、ゴミ箱やと思っている人は自分のね悪いところゴミのようなところばっかり見えてくるんですよね自分にはあれもできないこれもできない足もできない眉毛も薄いし何やろ、えー、いつも失敗するとかね悪いところばっかり見えてくるだからどどんんんゴミ箱のよように思えてくるんですよじゃなくていいところを見つけてくる人と比べてじゃないですよ人と比べて私はこんなとこすれてるじゃなくて単純に自分には こんないいところがあるねとか昔の自分と比べたらこんなことができるようになったねとかちょっとね自分の進化とかプロセスの方に目を向ける結果じゃないですよ他人と比べて勝った負けたじゃない自分の昔と比べてどうなったかってそういう変化の部分に目を向けるといいところが見つかりやすくなります他人と比べてるだけやったら本当に見つかりにくいんですねもちろん他人と比べて勝ったその時は一瞬は嬉しいけれども自分よりすごい人なんか山ほどいるんでそういう人を見るとはあ ですねでその人を引きずり下ろそうとしたりするんですよ。自分がいきなりね勝つことができなかったら相手を引きずり下ろすことで自分で勝てるようになるじゃないですか。そうすることで相手との関係をキックシャクするんですよね。他人の成功を喜べなくなる。だから他人と比べるんじゃなくて自分自身と比べるいいところを見つけて大切にするということ。はい、で今日もう声を大にして伝えたいのは今から言うことなんですけど自分で自分を大切にするためにどうしたらいいのか。それは 自分のためにお金を使うということですはい 他人のためにお金を使う家族や子供や、まあ、その他もろもろ環境のためにお金を使うそれ大事ですよ大事なんですけど自分のためにちょっと使ってみませんかということです自分のためにお金を使うお金って大事でしょその大切なものを自分のために使うことであ自分には投資していいんだ自分はお金を使っていい存在なんだって自分のことを認めてるってことなんですよだからちょっとね何、えー、やろ水筒でもいいそう100円ショップで水筒あるじゃないですかそれでもいいんだけどお気に入りの水筒 を見つかたらそれれ円もしないでもねそれが本当に欲しいんだったら自分のために使ってみるんですよね自分のためにプレゼントをする自分のためにお金を使うどうでしょう自分のためにお金を使ってますかはい僕は全然使ってませんでした昔は周りのためとかね自分の未来のために使ってたまあそれもね自分のためなんですけど今の自分のためにどちらかと言ったら使ってほしいですね未来のために投資大事ですよ大事なんですけど今の自分のために使う ここれこれです今の自分の気分を満たすためにちょっとお金を使ってみるこれねものすごく大事やなと思いますお金もそうやし時間もそうやしエネルギーもそう他の人に向けてる矢印を自分の方に向けて自分のためにお金を使う時間を使うエネルギーを使うそうすればちょっとずつね自分のエネルギーがこう満タンになってご機嫌な状態になっていくと思いますはいこれものすごく大事です自分を大切にするということは自分のためにお金を使うということなんですどうでしょうできてますでしょうか ね、まあいきなりお金を使うのが難しかったらなんかね自分と約束をするんですね。これができたらこんなご褒美をすると。 な今日1冊本を読めたらえっ、ー、とね寿司を食べに行くとかねなんどんなことでもスシローでもいいんですよクラ寿司でもいいなどんなちっちゃな約束でもいいから約束をまずしてみてそれができたらご褒美をしてあげようとそれやったらねプレゼントしやすいですよね何もやってない時にプレゼントしにくかったりするじゃないですか、まあ、それも大事なんですけどまあ自分とちっちゃな約束をしてそれをそれ守ったらじゃあプレゼントしてあげるよと自分に対する約束ですよねそれをしてあげて自分にお金とか時間を使っていくそうすることでちょっとずつ自分のことをる 自分が宝箱やと思ってて思っていたらその意識は相手に伝わるんですよね。自分で自分のことを大切にしたら周りも自分のことを大切にしてくれる。だから宝物が集まってくるんですよ。あなたがい,ていつもいてくれて助かるよとか一緒に遊ぶと楽しいなとかこんないいところもあるねあんないいところもあるんでねって褒めてくれたり認めてもらえたり感謝されるようになるんですよ。大切にされるようになる。人間扱いされるんですよ。それはね本当に楽しくて嬉しいことだと思うのでちょっと ずつ自分をゴミ箱、これはねもう捨てちゃいましょう。これ捨てちゃって、もうポイって捨てちゃって、まあ付箋も見えちゃったけどね。捨てちゃって、私は宝箱なんだってね、そういう気持ちで、えー、過ごしていけたらいいんじゃないかなと思います。今日のテーマは、えー、都合のいい人と好かれる人のケ 決定的な違いそのようなテーマでお送りしました、えー、っとその決定的な違いっていうのは自分のことをゴミ箱やと思っているそうすればゴミがたくさん集まってくるゴミ扱いされる人間扱いされるなめられてしまってそして都合のいい人になってしまうということなんですじゃあどうしたらいいのか自分のことを大切に扱う宝物のように宝箱やと思うそのためには自分のためにお金を使いましょうはい自分のためにお金を使う これね、なかなかできない。 かもしれないけどそのためにはまあちっちゃな約束をしてその約束を守ったら自分に対して投資をするご褒美をするプレゼントをする自分にプレゼントをあげれる人が本当,に本当の意味で相手にプレゼントをあげれると思うんですもちろんなんだろう相手のためにっていうの大事ですよ周りの役,役に立つために周りに感謝されること大事なんですでもね本当の意味で自分で自分のことを大切にしてなかったら相手のことは大切に絶対できません自分ののことをないがしのにして相手のために 相手ののたためってやっててやら自分のエネルギーが空っ,ぽなんですよ空っぽになってしまったらそれは相手から奪おうと奪わないと生きていけないから奪ってしまうんですよね奪ってしまうと結局相手も疲れてしまうんですよねもっと私のことを見てほしいとまた私のこと褒めてほしいって相手の方に奪ってしまうんですよね奪ってしまうそうなると相手も嫌になってしまって相手が離れていくんですよ結果だから自分で自分のことを満たす大切にするこれなしには相手を幸せにすることはできないだから相手に対する投資 大事プレゼント大事その前に自分に対してプレゼント自分に対して投資をして自分を満たすことこれがね相手を幸せにするためにも大事なんです。はい ということでございましたで少しでも勉強になったなためになったなお価値頑張れ、えー、元気になったよという方は高評価ボタンを押してもらえたら嬉しいです、えー、こんな感じでこのチャンネルではあなたがあなたらしく生きるための考え方ライフスキルを紹介しています、えー、自分らしく生きたい最高の自分を表現して生きていきたいそのように思われた方はチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいてお価ちの仲間になってくださいはいということでジエンド それではワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ